8月はアジア情勢が大きく動きましたアフガニスタンはアメリカ軍の完全撤退を前にパワーバランスが崩れタリバンが制圧一方台湾をめぐる力のバランスも変化しかねない状況となっています最新の映像で検証します離陸する輸送機を追いかける人たち巨大な機体にしがみつく人もいます 武装勢力タリバンが制圧したアフガニスタンの首都カブールを命がけで脱出しようとする市民の姿ですアメリカ軍が公開した写真には機内に700、800人が乗っていましたこの輸送機はアメリカ空軍の C-17A グローブマスター3貨物室には戦車などを77トンまで乗せることができます アメリカ空軍はこれを200機以上運用していますが、そのうちの1機が今年6月。台湾の飛行場に初めて降り立ちました。運んできたのはアメリカ上院議員3人でした。 C17A はこの3時間後に台湾から離陸しましたが物理的にはアメリカ陸軍の戦車を台湾にピストン輸送できるようにも見えたでしょう中国にとって無視できることだったとは思えませんまたアメリカはおととし台湾に M1A2T 戦車今月には M109A6 パラディン自走砲を売却することを決定しました これらの共通点はどちらもシンクガス通信装置が付いていることです。これはアメリカ空軍の地上戦指揮機 E-8C ジョイントスターズが地上部隊や攻撃機を指揮するために装備、つまり台湾陸軍とアメリカ空軍が物理的に運用が一体化するという特別な関係に見えるかもしれません。一方、中国は最近、台湾有事を意識したような映像を相次いで公開しています。 この映像は空母など様々な軍艦が参加した海上演習の様子です中国海軍が上陸作戦用の071型強襲揚陸艦に給油艦で補給しているのが確認できますがあたかも中国沿岸以外でも上陸作戦を行えると示唆しているかのようですまたこちらは先月公開された上陸演習の模様で 群れて飛ぶドローンなどを使って立体的に状況を把握水陸両用戦車が上陸地点に砲撃し一気火星に上陸していましたさらに中国は昨夜新型の短距離弾道ミサイルの発射実験に成功したとする映像を公開しましたこれは DF-15 の改良型とみられ弾頭部に新しい誘導システムと 強力な妨害防止機能を備えているとされていますアメリカと中国、双方が実際に使える能力を誇示する動きが活発化する中アメリカのバイデン大統領は NATO の同盟国が侵攻されたら我々は対応するこれは日本や台湾でも同じだとアメリカが台湾を防衛すると受け取られかねない発言をするなど言葉の応酬もヒートアップしています